ました。桐生でございます。炎天下ではございますが、私どもですね、今年のテーマ、播州の秋祭りでございます。ちょっと早い、祭りをですね、皆様にお届けできたらなと思います。本日、12名で少ないな、寂しいなと思ってたんですけど、急遽2人、踊ることになりました。衣装は着ておりませんが、頑張って踊りますので、ちょっとハードル上げておきてます。はい、頑張って踊りたいと思います。それでは桐生構える。姫路で生を授かった祭りバカ集団桐生にございます。会場の皆様、もしよろしければ一度目をつむってみてください。どこからか聞こえてきませんか。播州の音色といえば、そう、太鼓の音にございます。これが姫路の、播州の、そして桐生の祭りでございます。どうぞ皆様ご一緒に大きな掛け声をお願いいたします。よっそい